きチャンネル。こちょ。こんにちは。さあ、フィナーレです。はい。12球団目。やってきました。はい。はい。ソフトバンクです。はい。はい。ゲーム差なしで優勝を逃す。はい。なぜならオリックスに10勝15敗と借金5。この借金5が対戦成績に影響して優勝がオリックスに。ああ、そんなに負け越してたんですか。そうなのよ、何気にね。もうでもね、うん、ソフトバンク、うん、来年、うん、やばいかもしれない。やばい、うん、来年、うん、え、なんでだろう。いや、今年の成績見てても、はい、そんな別にすこぶる悪いのないのよ、うんうん、っていうか逆にいいのよ。はい、そうですよ ね、うん、しっかりね、チーム打率も2割5分5厘、パリーグ1位、うん、ね、ホームラン数も108本、うん、西武に次いでパ・リーグ2位、うん、ね、で得点も555、うん、パ・リーグダントツ1位、はい、ね、うん、で足も使いながらしっかり、うん、はい、出塁もして、うん、ね、出塁3割2分、うん、パ・リーグ2位、はい、ね、長打率3割7分7厘、うん、パ・リーグ1位と、うん、もう攻撃陣もう隙なしみたいな、はい、で打点529もね、うん、トップだし、はい、でピッチャーボール3.07、うん、まあ、こちらパリーグ3位、はい、ね、で、まあ、本塁打数が多いんだけど、うん、まあ、これはちょっと球場狭いからね、はい、まあ、一つ仕方ないかなっていうところ、うん、でも毎年気になるのがこのフォアボールの数が474と、はい、パリーグでダントツ高いと、うん、でもその中で失点ね、うん、してないから、はい、その防御率もいいしね、だからまあそこまであれなのかなと思うけど、うん、もうちょっとフォアボールの数減らすと、はい、もっと投手の成績良くなると俺は思うのね、うん、はい、だからそこら辺はちょっとピッチャー陣頑張らなきゃいけないかなっていうね、うん、フォアボールの数が多いっていうところでね、はい、でも、うん、だから来年やばいよ。分かった。なんですか。千賀投手がいなくなる。いなくなるからどうなるんですか。ちょっとやっぱ先発の柱が1本抜けるってだいぶ大きいと思うんですよ、うん、いますよ、東浜投手とか、うんうんうん、石川修太投手もいるし、うんうんうん、だけどやっぱり必ず10勝勝ってくれるって千賀投手が抜けるのは痛いと思います、うんうん、まあ、そこ大事だね。大事です、はい、でその中で、うん、まあ、今年ソフトバンクは先発防御率が 3.28 と、はい、こちら、セリパリーグ3位、うん、でも優勝したオリックスが 2.77 だから、うん、オリックスに比べると 0.5 悪いのよ、はい、先発の防御率が、うん、でリリーフの防御率は 2.72 と非常にいいのね、はい、そして、まあ、藤井も良くなってきたし、うん、で、まあ、モイネロが後ろになって、はい、まあ、来年は又吉が、うん、まあ、ね、怪我しないで1年間プロに行けるだろうし、うん、でいい感じで入ってくれればね、うん、後ろも盤石になってくるからさらに救援の防御率が良くなるかなっていうところあるんだけども、はい、うん、先発の防御率が 3.28 と、あ、パリーグ4位なの、うん、あ、4位なんだ。だからここが問題なのよ、はい、千賀がいているにもかかわらず、うん、先発の防御率がパリーグで4位なの、うん、千賀投手 1.94 ですからね。それいなくなったら、はい、下手したらパリーグ最下位が楽天の 3.72 だから、はい、まあ、そこまで悪くなることはないかなと思うけども、うん、パリーグ5位になることは可能性十分あるね。そうですね、うん、東浜投手が 3.11、うん、で和田投手、で和田投手 2.78、 和田はいいからね、うんうん、石川修太投手 3.37、うん、あと大関投手も 2.93 ってね、うんうん、いいですよね。大関ね、今年途中ちょっと病気でね、はい、抜けたっていうのはあるけどもね、うん、まあ、また本気中に戻ってきたっていうのは ね、うん、すごいよね、すごいですね、うん、だからこの投手が、うん、この千賀がいなくなったことによって、うん、どこまで崩れるか、もしくは崩れないで保てるかっていうところが、うん、来季に向けては多分かなり大事になってくると思う、はい、だから先発ローテーションで言えば、うん、まあ、東浜、はい、和田が1年間ローテーション守れないから、うん、多分飛び飛びになってくると思うんだよね、はい、ここはね、うん、で、あと石川、うん、で大関、はい、まあ、坂東が先発転向するかなっていうね、うん、って感じだね、うん、で、レイかなみたいな、うん、だからちょっと先発頭数足りんじゃん。そうですね、足りないですね。でそこでたまにね、和田が投げてきたりもするだろうし、はい、まあ、ひょっとしたら森が先発するかどうかっていうところも、うん、あるしね、はい、まあ、そこら辺がどうなるかっていうんで、あとまあ武田、うん、まあ、復活するかっていうね、武田翔太投手、はい、うん、だからそこなら先発なんだよ、ね、まあ、リリーフはね、本当つもり又吉、うん、で、まあ、甲斐野、モイネロ、うん、で藤井、うん、泉とかね、香山で松本ね、うん、
っていうところがしっかり収まるだろうけども、ちょっと先発の頭数が少ないっていうところと、確かにな、まあ、今年も東山10勝切りだしね、打線がこんだけ打つのに10勝切りだからね、はい、で石川は7勝10敗とね、ちょっと負け、はい、逆転してるしね、だからここら辺この千賀が抜けるっていうのがね、はい、ちょっと大きく影響するんちゃうかっていうね、結構そうですね。あとじゃあ未来に向けて先発誰出てくるんでしょうね。だからもう坂東とかね、うん、っていうところがどこまで頑張れるかっていうところと、まあ武田のね、うん、昭和の復活っていうところが、うん、あそれかあとまあ田中正義、うん、あとドラフト2位の佐藤さんの後輩帝京大学の大津亮介投手、うん、出てくるかもしれないですね。そうだね、うん、でまあここは育成もいっぱいいるからね。確かに、まあ、数ありますもんね、うん、であとはまあ外国人といったところでだから先発整備はもう必須だね、はい、戦果が抜けるから、うんうん、だからここがどこまでできるかによって、うん、もう打ち合いで勝っていくしかないってなると、はい、厳しくなっちゃうから、うん、まあリリーフでなんとか踏ん張るっていうパターンはあるけどね、はい、リリーフがいいからね、うん、もうそこが多分一番の課題になってくるだろうね。でも打の方も結構その今若手との転換期にはなってるっていう、うん、あとはまあグラシアルデスパイネをね、うん、戦力外にしたから、はい、新しい外国人がねハマるかどうか、うん、でガルビスも4億円のガルビスも全くだったしね、はい、だこの外国人っていうところもね、うん、どうなんやっていうところあるよね。そうですね、うん、ね来年は牧原がセンターもう一択らしいからね、はい、で栗原がサードするらしいんだよね、はい、まあ、これももうハマれば大きいよね、うん、でショート今宮、はい、でセカンド三森、うん、でファーストが中村晃なのか外国人なのか、うん、でキャッチャー甲斐、はい、センター牧原、うん、で柳田ライト、うん、でレフトが外国人なのか、うん、上林怪我したけどもで、うん、柳町なのか、うん、なのか、はい、どうなのかっていうところだね、うん、だから栗原のサードが結構大事になってくるね、まあ、栗原選手今年1年いなかったっていうのは結構大きかったです、うんうん、辛かったですね、うん、あとはまあ守備っていうところがね、うん、まあ、打つのは打つだろうけどね、はい、守備っていうところがどうなのかっていうところと、うん、まあ、同じ怪我した上林ね、はい、ってことしよかった柳町、うん、っていうところがまあ外野にはまるのか外国人スポット置くのか、うん、ね、ファースト中村晃はもうベンチなのかレギュラーなのか、うん、DH どうするのかの、まあ、外国人のも肝だね、はい、あと正木選手とかも出てきてほしいですしね。うん、そうだね、うん、あと野村勇もいるしね。あ、そうですね、うん、めっちゃ足速いという、うんうん、でまあ周東もいるからね。はい、そうですね、だから打線はまあまあいい感じでいくんちゃうかと思うの、うん、足も使えるし、はい、そうもあるし外国人がハマれば、うん、やっぱもう先発だね。そうですね、ここがここだけはちょっとまだ不安要素あるで、うん、でもハマりさえすれば、はい、もうそれはきっちり優勝、あとはもう毎年言うけど怪我人出さないことよ、はい、そうで、だって今季コロナもあって、うん、もう一チーム分ぐらい抜けましたもんね。いやいや、え、筑後ホークスって言われてですかみたいなね一軍どこ行ったんですかみたいなね、はい、それでもね耐えましたからね、うん、だからもう誰が怪我で誰がコロナかわからんかったぐらい入れ替わりね、はいはい、あったからね。でもそれでもゲーム差なしのね、うん、いるわけだからね、はい、でも千賀が抜けるのはでかいからね。いやかなりの痛手だと思うので、うん、だからどうなってくるかね、順位予想もそうだけど、うん、ちょっとパ・リーグは難しいね、はい、そうですね、来年ね、うん、これって言ったね、うん、ところがなかなか、ここが強いですってね、うん、なかなか見出せないからね、はい、まあ、でも今後また外国人のね、うん、補強のニュースも多分出てくるだろうからね、はい、まあ、そこをチェックしながらね、はい、まあまあとか言いながら強いからね。そうな、なんだかんだ強いんですよね、うん、A クラスにいるので。そう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 、うん、でもまあ唯一の俺の懸念はやっぱ先発だね。はい、はい、そうですね、はい、まあ、ということで準決勝終わりましたね、はいはい、皆さんどうでしたか、はいはい、疲れましたありがとうございました、はい。